一人の女をめぐって争う、二人の男公営競技の一角であるボートレース界で昨年、選手の不倫をめぐるちょっとした騒動が起きていた。東京都内に住む男性 A 氏が、40代の競艇選手王を相手取り550万円の損害賠償を求める民事訴訟を提起したのは、昨年4月のことである。王選手は唐津競艇、ボートレース唐津、おホームプールとする佐賀支部の中堅選手。 2010年代には、選手の実力を示す区分で最上位の A1 に定着し、記念戦線、G1 レースで活躍したこともある実力派だ。訴状によれば、既婚者だった王選手は2019年、A 氏の妻と合コンで知り合い、約3年間にわたっていわゆる、W 不倫の関係にあった。A 氏の妻、まみさん、かな、は30代。 かつては芸能界で活動した経歴もあり、王選手と知り合った時期は協定関係の仕事を持っていた。2019年7月以降、二人は頻繁に肉体関係を持つようになる。佐賀県に住む王選手が関東のレース場に圧っされた場合、都内で落ち合うというパターンが多かったが、マミさんがレース場のある鳴門や徳山に遠征し、そこで密会するというケースもあった。 2022年9月7日、王選手は大阪丸ビル内のホテル、現在は解体中で、でマミさんと関係を持った後、突然、ラインをブロックし不倫関係を生産しようとする。ここから二人の関係は急速に悪化した。説明を求めるマミさんを切り捨てた王選手、ここで妻の異変を察知した A 氏がマミさんを問い詰めたところ、不倫の事実が発覚したのだった。 王選手と妻の不倫関係を知った A 氏は、マミさんと話し合いの末、離婚。その後、王選手サイドに内容証明郵便を送り、謝罪と700万円の慰謝料を求めたが、この請求は無視されたという。返答の期限が過ぎ、A 氏が正式な訴訟の準備に入った頃、突然王選手の代理人弁護士から150万円の解決金を支払うという提示があった。 しかし A 氏が示談に応じることはなく、法廷闘争が始まった。王選手は、交際を始めた際、マミさんが既婚者だとは知らなかった、などと相手側にも一定の責任があることを主張したが、その後、和解が成立している。当初、王選手サイドから解決金を提示していることからして、相当額の金銭を王選手が原告の A 氏側に支払ったものと見られるが、筆者の取材に対し、 A 氏はこう答えた。王選手を相手取り訴訟を提起したことは事実ですが、和解内容については話せません。この訴訟は、被告が現役の協定選手であったという以上に特筆すべき点はなく、世にありふれた不倫劇の一つとして片付けられるはずのものだった。だが、裁判で証拠提出された王選手と不倫相手のマミさんの、ライン、を見ると、 そこには公営競技の選手として看過できない王選手の不適切な言動が残されていたのである私は王さんから船券の購入を依頼されたことがありましたそう語るのはかつての不倫相手だったマミさん本人である選手はもちろん競争に関係する政府職員や施工者職員の船券購入はモーターボート競争法11条に違反する行為であり 固く禁じられている無論、レースにおける不正対策だ。現役のベテラン競艇選手が語る。